さあ、行くぞ。オウ！稲川製薬が一番人気を集めています。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。最終半のスタートダッシュは松本佐藤が並んでいる。大外から佐藤高也が行った。10メートル線は幕なり、芝山稲川聖也の順であります。まずは1番の矢島俊之が逃げている。およそ12年ぶりの優勝をかけての優勝戦の逃げであります。2番手には芝山、3番手に稲川聖也、早くも佐藤高也が4番の山際を捉える。2周1コーナーで4番手に上がりました。先頭は1番矢島俊之、2番手3番手には10メートルの2人、2番の柴山信之のインコースをついて3番の稲川聖也、突っ込みきれませんでした。4番手からアプローチするのは佐藤高也。4コーナーを立ち上がります。さあ先頭争いは1番の矢島が逃げている。2番の柴山2番手の位置、3番手は稲川聖也、その内を狙って佐藤高也、しかしまだ入りきれません。10メートル勢が佐藤高也をブロックしている。その間に2番の柴山信之が1番の矢島を捉えて先頭に上がりました。先頭は柴山、2番手は矢島、そして3番手から稲川聖也、切り返しの体勢で矢島を捕まえる。残りは3周回です。さあ好スタートを切りました佐藤高也、道中の動きはどうか。切り返して1番の矢島を捕まえた。さらには2番手を狙って3コーナーでありますが、ここは2番手3番稲川聖也、3番手には8番佐藤高也の体勢です。1番の柴山が逃げている。外から絶妙なアプローチは3番の稲川聖也。さあ車体が並ぶのか、切り返しの体勢か。進路内側に切り替えた3番の稲川聖也、柴山のインコースを捉えた、捉えた。3コーナー残り1周半という段階で稲川聖也が先頭に立っています。さらには3番手から2番手に縫うように佐藤高也が攻め上がる。後方からは松本、4番手に上がってきています。さあ稲川聖也、佐藤高也、ガチンコ勝負になっています。内側から佐藤が並ぶ、佐藤が並ぶ。3コーナーで佐藤が捉えて先頭に立っています。2番手稲川聖也、柴山3番手、最終コーナーをクリアしました。先頭は佐藤高也、27回目の優勝ゴール。払い戻し金です。2連勝単式8番3番670円2番人気、2連勝複式3と8の組250円1番人気、3連勝単式8番3番2番2520円3番人気、3連勝複式2と3と8の組560円1番人気でした。さてイベントホール表彰式が始まりました。佐藤高也選手の登場ということになります。見事な優勝ゴールでした。あ、はい、登場から、ね、楽しませてくださいますね。高也選手優勝おめでとうございます。お聞きください。ではまずはじめに優勝を祝して佐藤高也選手には花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。では佐藤高也選手に早速インタビューを行っていきます。見事優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算27回、今年4回目の優勝となりました。まずは今のお気持ちをお聞かせください。ああ、なんか先月もここで優勝できてたんですけど、連続優勝できてめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、あの4回の優勝のうち3回は川口での優勝となっていますが、相性がいいですね。そうですね、すごくあの今年あのマッチしてること多いですね。はい、ではレースも振り返っていきます。まず試走は 3.28 一番時計でしたけれども、手応えいかがでしたか？いや、直前にちょっと整備したんですけど、すごくあの試走からいい感じでしたね。はい、では、スタート、30メートルお外から同伴トップスタートを切っていきましたが、スタートのキレご自身でいかがでしたでしょうか？はい、昨日ちょっと遅れてしまったんで、同伴のやっぱ先手取らないと厳しいレースだと思ったんで、よく切れたと思います。はい、また道中のレース展開振り返っていかがでしたか？もうミスしたポイントはないっていうぐらい、もう100点満点ですね。はい、はい、ゴール手前、半周手前で稲川選手をさばきましたけれども、あのあたりはいかがでしたでしょうか？はい、もう最終コーナーなので、かなり前の選手もインコース意識して締めてくると思ったんで、そのさらに内側攻めれるようにっていうことだけ考えてましたね。そしてゴールした瞬間のお気持ちお聞かせください。
いやすげえ嬉しかったですね。なんかちょっと連続優勝もかかってたんで、その辺意識しながら走ってたんで、成功できてよかったですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあそして、ゴールをしてウィニングランを迎えたわけですけれども、ウィニングランはいかがでしたか？いやもうものすごいお客さんいつも川口でも残ってくれて、やっぱ地元でももちろん嬉しいんですけど、遠征先でもお客さんいっぱい残ってくれて、拍手してくれてるところを見るとめちゃめちゃ嬉しいですね、やっぱ。はい、また次節は12月20日から川口で行われるレースとなっておりますが、今後の意気込みを含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もちろん狙うは、3連続優勝になってくると思います。で、今日の優勝なんですけど、ちょっとした小話で、朝、はい、9レースですかね、走った野田選手と練習合わせて、はい、もうめちゃめちゃ白熱した朝練習を僕らいつもやってるんですけど、そういうところもちょっと見てほしいなっていうところあるんで、朝からみんな来てくれれば、僕と野田選手がバチバチやり合ってるところ、そのおかげで勝てたと思ってるんで今日は、はい、皆さんぜひ朝練習もこれから見ていただければと思います。はい、はい、それで次節も3連続優勝を目指して、もう朝の練習から今言った通り、結構僕いろんな人とバチバチ朝からやり合ってること多いんで、その辺楽しみに見てくれたらいいと思うんで、次節、ちょっとスーパースター今年出れないのがちょっと残念すぎるんですけど、あと2回川口あるんで、もう最後まで4連続まで見据えて、レースできるように、仕上げていきたいと思いますので、また次節も応援よろしくお願いします。ベットオンミー。はい、という佐藤孝也選手、孝也選手らしいインタビュー、皆さんどうぞ朝練習から上にお越しいただいて、はい、その白熱の模様をご覧いただきたいと思います。